じゃあお願いします。はい、こちらの車はですね、ビッツの RS レーシングというグレードの車になりまして、はい、車の仕様としては、TGR ラリーチャレンジという競技があるんですけれども、はい、そちらのクラスに適合している車を今回ご用意させていただきました。はい、1.3? 1.5 になります。1.5、はい、NA? 1.5NA になります。特徴は何ですか？まあ、特徴はですね、まず今回、ラッピングをフルラッピングをさせていただきまして、まずこちらのまあカラーリングが大きな特徴かなというところ。あ、なるほど、うん、はい、足も低いよな。そうですね、足に関しては今ラリー用のサスペンションの方を準備しているところでして、うん、今はあの普通の車高調を、はい、装着しております。これラッピングっていくらぐらいするんですか？ラッピングはですね、もう本当に車によりけりなんですけれども、うん、やっぱりまあ30万円とか50万円とか本当に車によってよりけりかなっていうところですかね、うん、あと仕様としては、はい、デフが入ってます、うん、はいはい、であとは内装としてブリットさんのフルバケットシート2脚ですね、うん、はい、ドライバーとちょっと見てください、コドライバー用で2脚装着をしております。フルバケだもんね。ラリー車としてケイちゃんちょっと座ってみて。これですか？フルバケ、うん、あ、でも私だともうちょっと高くしたいかな。あ、ちっちゃいの、それはね、あのドライバーに合わせてね、うん、そうですね、シートレールの調整だったりっていうところ で、ね、あとまだあれですね、助手席のこのフット足踏ん張るやつとか、はい、そういうとこまだこれからつけるのかな。そうですね、これから、ね、はい、ね、つけていきます。へえ、あとあれだね、インカムとかもついてないもんね、まだね。もともとは、うん、あのビッツの、はい、サーキットで走るワンメイクレースをベースとしてた車だったので。そうなんですね、はい、これエンジンはどうだったんですか？エンジンに関しては基本的にノーマル、ノーマル、もうレギュレーションでノーマルのエンジンというふうに義務付けられてますので、うん、特にあのエンジン周りの改造というところは行ってます。じゃあ見た目って感じですね、うん、はい、うん、かなんか雰囲気出てるよね。確かに、まあこうさ、ラッピングするとちょっとかっこよくなるじゃん。あ、そうだよね、ね、うん、これラッピングってのはモーターの黒は、はい、じゃないんですか？もともとはこちらあの白色の車になってまして、ボンネットの中を見ていただくと、はい、あ、分かるのね、もともとの塗装の色がですね、あ、なるほど、入ってるんですけど、あ、この辺ですね、はい、白ってことですね、はい、もともとの色は白で、そちらをは、ね、はい、全てフルラッピングで、これまた飽きたら変えちゃえばいいんでしょ？そうそうそう、剥がせばいいんだ、うん、そうですよね、うん、これね、これだけラッピングすると重くなる。重くなる。重くなる。実は。ああ、これだけフルにやっちゃうとですか。そりゃそうだよな。だから、うん、こう白ベースだったら白を基調にして、うん、やった方がいい。いや、そう、うん。これ全部黒に貼ってるでしょ。大変。確かに。いや、めっちゃ重いよこれ。あ、そうですか、うん。そうですね。やっぱりシールの分だけ重くなるとこれだけボディも大きいので、土屋さんのおっしゃる通りかなと思います。なるほど。で、まあでも比べたら雰囲気としてはね。雰囲気はいいよね。雰囲気はいいよね。うんうん、これ例えばおいくらぐらいで購入できるんですか？はい、そうですね、あの今回あの実は買取をさせていただいている車ではあるので、もともともこの仕様で、はい、大体まあそうですね、60万円ちょっとぐらいで買ってきたんですけど。リーズナブルだ。え、もともと60万円で買ってきたの？そうなんです、この仕様でたまたま出てきたのを、うん、あの買わせていただいて、でさらに、はい、でそこから今はもうラッピングだけした状態なのと、うん、そうなんですか、はい、あのラリー用のサスペンションも一緒にいただいたので、あら、はい、もうほぼほぼもうこのままの仕様で、で走るのはもう全然問題ないわけでしょ？はい、走るのは全く問題ない。だってこのまま競技に出れるもん。そうだよ、じゃあ、はい、意外とそういうなんかこれからね競技やるとか、うん、そんな経済的にね大変だっていう人にとってはいいですね。いい、だからさっきのね女子大生みたいなああいうふうにね、うん、学生さんには持ってこいですよね。あ、そう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 、しかもね綺麗、手頃でいいね。いいですね。アヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。